全国のポケモントレーナーの諸君、元気してるかの。わしの名前はおーきどじゃ。今回は久しぶりにポケットモンスターウルトラサンムーンでミラクル交換やっていこうと思うぞ。ミラクル交換ピッピカチュー。本日の初手ポケモンはウルトラボールコイキングじゃな。ポケットモンスターソード&シールドが発売まであと1ヶ月ぐらいになってきて、そろそろポケモンはいいよね。どん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 ね、もう一度培っていこうと思ってミラクル交換始めたわけじゃが、コイキングてめえはダメじゃぞ。ラブユーさん、よろしく頼むぞ。ラブユーってことはわしのことを愛してるわけじゃから、もちろんいいポケモン見ついでくれるよな。ピッピカチュー。初手から KC ジャパン送ってくんなよお前な。ポケモン愛を培おうと思ったら憎しみの方が増してきたんじゃないのか。しょうもないんじゃの。命爆発レイさん、よろしく頼むぞ。さあ、綾波レイにしっかりとワンリキーを送りつけてゆく。ピッピカチュー。あ、ダメ、死んだよ。何なんだよ、ケーシーなんて送ってくるんじゃないよ。気持ち悪いな、ボケ。ヨナさんかな。アニメヨルムンガンドに出てくるヨナかな。ああ、どうしたヨナボーっつってな。ああ、ヨルムンガンドのレイムがな、あの石塚雲翔さんだったんで、あの本当にな、いいね声優さんでした本当に。演技がね、なんか杉田智和さんがその石塚雲翔さんのモノマネを結構するらしくて、その時になんか杉田さんに石塚雲翔さんが、おい杉田、お前俺の真似してんだから、たまには何か飯でもおごれよっつって、石塚さんの好きな食べ物って何なんですか、クソやっつって、でそっから急に真面目な顔になって、杉田いいかっつって、お、なんだ杉田、クソやっていうのはな、半端なクソやじゃダメなんだよ、すげえクセえのじゃねえとダメなんだって言ったっていう逸話があるらしい。まあどうでもいいですね。さあ、剛力彩芽さんにしっかりとうんこの周り飛んでるハエを送りつけていく。ピッピカーチ。お前タイマーボールだからちょっと期待したい。なんでコイキングなんて送られてくるんじゃ。お前クサヤかこら。その口臭そう、口臭やポケモンじゃな。お前ソラ君、よろしく頼むぞ。さあ、キングダムハーツの主人公ソラ君にムンナをしっかりと送りつけていく。ピッピカチュー。よろしくチーと。だんだん流れが上がってきたんじゃないかの。まあムンナの時点でちょっと珍しい流れが来ておったが、ようやくかわいいかわいいクチートタンが来たぞ。ジョイさんかな。ジョイさん、ちょ読めないけど、ジョイさんかなにかわいいよろしくチートを送りつけていく。流れ下がるなよ、ピッピカチュー。だからタイマーボールだから期待すんじゃろ、お前よ。まあ、切れてもね、何もいいことありませんから。本当にね、行こうと思うぞ。タケさん、よろしく頼むぞ。まあ、秋じゃな。秋で竹といえばやっぱり松茸じゃの。松茸の土瓶蒸しとか食べたいな。行くぞ、ウルトラボールピッピカチュー。まあ松茸も高級料理、フカヒレも高級料理、そういうことじゃな。わしは最近なんかコンビニ弁当しか食ってないから、たまにはな、いい飯食いに行きたいんじゃの。アスカ、アスカ、お前よ、ミラクル交換でアスカとマッチングなんて聞いてないよ、ミサトさん。リーチダメだ、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 乗ります。なんだよアスカ、お前聞こえよ、アスカの裸見てしたの未だに引きずってんのかよ、こんなないよ。今のネタわかんない人はぜひエヴァンゲリオンの真心を君にっていう劇場版をご覧ください。お願いします。
さあベラミーさんにこのね子供のよだれがべっちょりとついたメルカリ中古ぬいぐるみを押し付けてピッピカチュー。あご砕くぞこら。お前あれな、あの加減の子と戦ったかまど炭治郎みたいに顎の骨バキバキに折るぞお前。柱の前に突き出してやるからなお前。そのまま処刑されるお前。アーさんよろしく頼むぞ。お前そんな名前でポケモンやっててモチベ続くのか。わしだったら絶対続かない。ヒイラギって名前に絶対する。はい、ピッピカチュー。マジこの弱虫そうな顔見てるとマジパンチしたくなるわ。お前あれだからな、お前タックドリームだっけ、あの高級バッグ、あんなから SR 弱し出た恨みをまだ消えてねえから、お前本当に焼き魚にして食うぞこれ。ジャック・ザ・リッパーさんよろしく頼むぞ。さあこの病んでるオスポケモン、闇系男子闇ラミを送りつけていくピッピカチュー。だから深まる多すぎんだよ。別に珍しくもなんともねえし、お前もういいだろなあ。ブラックホワイトの時にさ、もう大活躍してんだから、お前もう消えろよ。しょうもないボケがな、カブに全滅させられる。お前韓国の方、ジェントルマンが好き、よろしく頼むぞ。さあなんか K-POP アイドルが好きそうな女子に深まるを送りつけていくピッピカチュー。死ね。アルフィーさんよろしく頼むぞ。なんかポケリフレってちょっとエッチだね。 JK リフレみたいな。ピッピカチュー。ダメ、さっき電源切ったばっかりだから、ここで電源を切ることは許されない。我慢、我慢だ。どんなに辛くても足を動かせ続けろ。全集中の呼吸を忘れるな。怒り柱大木戸ディジョーズさんよろしく頼むぞ。頼む、わしに怒りの呼吸1の方大盤を使わせないでくれな。頼むぞ。ピッピカチュー。はぁ、やばい、怒りの呼吸からブチ切れカグラになってしまいそうじゃ。わし、あ、いいか全集中。クロワさんかな、よろしく頼むぞ。アルゼンチン特別区、何そのなんかアニメのさ、選ばれし者しか入れないみたいな、なんか特別区みたいな、何そんなとこあんの、びっくりじゃな。ピッピカチュー。はあ、城の地。イリアナさんかな、俺強くなるってジャンプの主人公みたいなのやめろお前。緑谷少年みたいな、ああ私が来たみたいな、やめろ。最近あのヒロアカにもハマっとるからな。ピッピカチュー。ヒーローは大変だよな、守るものが多くて、君が守ってきたものを奪う。一度僕を殺すか、オールマイト。ドーガル11さん、ちょっと何言ってるか分かんないけど、ドーガル11さんにしっかりと頭天然パーマポケモンを送りつけていく。ピッピカチュー。もうしょうもないしょうもないしょうもないんじゃのー。大パンするときだけあの拳にあのワンフォーオールが発言すっからよ。さあしっかりとニックさんにこのクソポケモンを押し付けていく。ピッピカチュー。マジでワンフォール 100% でニックの顔面ぶん殴りてえわ。マジでふざけるなよお前、わしヒーローじゃなくてヴィランになっちまう。シレナさんよろしく頼むぞ。さあシレナさんにしつかりと春馬富士予備軍を押し付けていくんじゃの。ピッピカチュー。ああダメだ、終わりじゃ、ミラクル交換壊れる。わしの頭が壊れちゃう。うわー壊れる、わしのソフトが壊れちゃう。
ピッピクチー。なんか普通だなミュウって。お前なんかもう やべえポケモン見すぎてさ、なんかミュウじゃなんかもうびっくりしなくなっちゃったわ。もう改造だって分かってっから、びっくりしなくなってしまったんじゃの。これね、すでにわしの常識がね、壊れてしまってるみたいじゃな。臆病シンクロ、なんでチャーレムないと思ってんだ。レイビー、オニビー、変身、切り払い、ジャッジしてみようかな。ピッピカチュー。はい。で、強さ。臆病な性格、運命的な出会いをした。信用地方から時間とうんぬんかんぬん。これやばいよな、クラシックリボンつけてさ、えぐ。こういう特別なポケモンってミラクル効果に流せないんだよ。クラシックリボンとか持ってて、でプレシャスボールっていうのはな、でそれ偽装して送ってんのがね、えぐいわ。さあしっかりと逃がして、ヒイラギミュウを逃がしてあげたって。 YouTube からな、バイバイヒイラギミュウ。そしてレポートを書いていくと、ということで今回はね、見つけ TV から改造のミュウが送りつけられました。まあ将来ね、ソードシールドのマジカル交換はこういうね、やべえやつがいないことを祈って、今回の動画締めとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。